はい、皆さんこんにちは、ヒゲです。今日はね、ワケアルプス登ってみたいと思います。今日もコマリちゃんと一緒に登っていこうと思います。それでは行ってみましょう。ここですね、宇高建具店のところを曲がっていきます。そしたら分け富士健康づくりの道っていうのがありますんで、ここを進んでいきます。花が綺麗だね。よいしょ。これなんなん、山ツツジ。綺麗です。はい、しんど。富士山頂到着しました。ね、ちょっと分け富士山頂でお水休憩です。今日も何度あるのか分かんないけど、めちゃくちゃ暑い。汗びっしょです。まあ水分ね、補給しながら行きたいと思います。烏帽子岩到着しました。ちょっと登ってみようかね。はい、行こう。よいしょ。涼しい、いい眺め。これから行くね、場所が全部見えますね。涼しい。岩の尾根ですね。ワケアルプス名物みたいなとこですね。ここは岩山っていうとこですね。ここでちょっと休憩しました。隠れちゃったね。さあ、それではね、進んでいきたいと思います。よいしょ。おう、すごい低山なんですけど、なんかすごいね、岩で荒々しい感じが、まあアルプスっぽいんでしょうね。よいしょ。前のみね、到着しました。次のピークに向けて行きたいと思います。ゴー。いい感じ。
よいしょ。これどこだ。お、ピンクっぽい。出ました。穂高山。穂高に来ましたよ。穂高です。いや、やりましたね。いい景色。汚ねえからさ、すごい。今日頑張りました。ご褒美です。うまい。はい、それではね、もう頂上でね、めちゃめちゃゆっくりしたんで、なんか回復したと思います。それではね、下山したいと思います。今日は本当に天気も良くてね、めちゃくちゃ暑いです。それが白岩様みたいですね。よいしょ。クライミングの山地のロープがありますね。おう、いい景色。あそこにいたんですね。すごいね、白岩様。はい、今日はね、ワケアルプスをね、ぐるっと周回してきました。なんだかんだで結構歩き応えがありましたね。最後はね、この総道池っていうところに降りてきました。もうバッテリーもいよいよもうないし、もうここでお別れしたいと思います。それではね、ご視聴ありがとうございました。それではまた次の山でお会いしましょう。さよなら。